皆様、こんにちは。溝上真一の教育論動画チャンネルナン、no. バー183。本日は、6月23日に実施いたしました、溝上研究室とリアセックキャリア総合研究所が主催する、教学マネジメント実践事例セミナー第6回の様子をダイジェスト版としてお届けするものでございます。第6回は、実践女子大学に事例報告をしていただきました。 え、副学長の巻ききわム先生、それから学長室部長の谷中信弘様に、学生の成長を可視化し、コンビテンシーを伸長させる教育改革の取り組みと題する内容でお話をいただきました。そしてその後、の私と議論いたしまして、ダイジェスト版でまとめてお届けするということでございます。あのフルバージョンはリアセックの方に連絡をしていただいて、見ていただくという形をとっておりますので、説明欄のところ に、えー、そのご案内しておりますので、えー、まあ,あのダイジェスト版だけではなくて、えー、当日のフルバージョンですね、えー、っと一時間半ございましたけれども、えー、それを見たい方は、えー、そちらのご案内を、えー、受けてあのご連絡してもらってください。はい。で。 えっと、毎回この教学マネジメント実践事例セミナーでは、トピックを一つ二つ取り上げて私がの予習動画を作るようにしていまして、今回は、結果的にあまり話はしなかったんですけれども、高校での学び、そして大学につながる校内接続ですね。これが大学の教学マネジメントを今非常にこう、まあ影響を及ぼしていってますので、あの、それをですね、まあ、キックオフっていうことになると思うんですけれども、この教学マネジメント イベント実践事例セミナーの。 一つのトピックとしてですね、えー、予習動画、あの、事前に配信いたしました。えー、これ公開で、あの、これからですね、見ていただけるようにしておりますので、えー、高校での学びは今こう変わっている。えー、このような高校生が大学に入学してくる昨今の状況を大学は理解しているかと。あの、こういう、あの、本当に高校生結構やってますんでね。あ高校ですかね。はい。それを大学の関係者知ってほしいなということで、えー、これもあの、URL を、えー、 貼っておりますので、えー、合わせてご覧くださいはい、それではですねダイジェスト版ご覧くださいこちらの3つのポリシーの策定に当たってなんですがまず社会ニーズ調査こちら卒業生、企業、在校生、教員の4社の調査を行っております特にですね教員調査と企業調査の間で えまあ学生に求めるスキルですね、まあ、これに顕著なギャップがあったと、特に目立ったのがまあコミュニケーション力のえ部分で、まあ、円満な人間関係を作っていく力ですとか、まあ、共同してえ物事を成し遂げる力ということで、えー、企業側は非常に強くこれを求めていたんですが、えー、教員はそれほどえ必要性を感じてなかったと。えー、そういういことを踏まえまえして 1一つには、新たにこのディプロマポリシーを策定する際に、ですねそういった能力を育成するということで、共同力ということを、ディプロマポリシーに反映をしております。次に、ポリシーができましたら、それをカリキュラムに反映していくということで、このポリシーの策定と合わせて、専門科目、共通教育、教養科目のカリキュラム見直しも実施をしております。 またそれと合わせまして、カリキュラムマトリックス、カリキュラムツリー、カリキュラムマップですね、ですとかナンバリングの導入、またアクティブラーニングの拡充等も並行してこれを進めております。カリキュラムマトリックスにつきましては、ディプロポリシーで定めました態度、能力、こちらについて、どの科目でどういう態度、能力を育成するのかということを の関係をこう明確にしたもので、こちらは、履修要項ですとか、シラバスに学生にも分かるように周知をしております。一つ事例を挙げさせていただきますが、文学部国文学科では2018年度カリキュラムからプロジェクト科目を設定をしております。アクティブ表現ゾーンということで、 文学散歩プロジェクトですとか、名所急跡プロジェクト、国文学マーケティングプロジェクト、国際発信実習ということで、まあ文学部の国文学科時代に沿った文学について研究していくようなカリキュラムが、それまではカリキュラムだったんですが、かなりここでプロジェクト科目を導入をして、 主体的な学習に取り組み始めたと。とこちらにつきましては、まあ、プログテストをですね。これを2016年度から実施をしております。当初、大学1年、3年に実施をしてきたと。2018年度からは、本学の DP の,の能力を測定できるように、このプログをカスタマイズしまして、まあ、成長診断テストという形で継続して実施をしてきております。 成長診断テストの活用なんですが、一つにはです、ね、学生に対しては解説会を実施をしております。1年生につきましては、初年児教育の授業の中で1回解説会を設定しまして、そこで解説を行う、またあの成長支援ハンドブックというものを作成しまして、これにより振り返りができるようなことをしております。 JTAS のシステム、こちらによる振り返りですとか支援を行っていると。それから教員につきましては、学科ごとに解説会を行っております。これは FDSG として実施をしておりまして、リアセックさんにも協力いただきまして、各学科ごとにですね、このプログの結果について説明をしております。 それから、ジェータスによる個別支援等に活用していると、ポータルにサポートするということで、学生一人一人の個性を大切にした。個別の支援体制のことをジェータスと呼んでおります。えー、一つは、ですねあの大学の時だけではなくて、入学前から卒業後まで関わろうという。そういう。 あの、マインドを持っているというか、えー、また、成果ないだけではなくて、成果ないの取り組みにも着目しているというところがあります。これは、あの、経験機会を豊富に用意しようということで、これは何も授業というところにこだわらなくても、それ以外にもいろいろあるのではないか。あの、わかりやすいところでいくと、留学とかですね、ボランティアとか、インターンなどあるかと思いますが、そういったことも含めて考えていこう。 機会を提供して、それで行ってらっしゃいというのではなくて、我々教職員がですね、教職共同で学生のサポートに携わろう。これが3つ目の特徴かと思います。そのシステムの上ではですね、学習ルーブリックにより振り返りというようなことができます。DP の能力、態度、2つの態度と3つの能力ですね。 それを自己診断ですけれども、7段階で自己評価するということをセメスター各半期ごとに実施しております。そういった取り組みというのが全学生に意識されているかというと、そこはまだまだ発展途上だと思いますので、こちらも仕掛けを用意しております。例えば、リフレクションデイというのはですね、 えー、こんなふうに振り返りをして、こんなふうに計画を立てていくと、こんなふうに役に立つんじゃないかなということを意識させるために、えー、8月、10月、3月に、えー、学習ルーブリックの入力促進という形で説明会を行っています。えー、延べ1000人、えー、ということですからあの、高い割合でこういったものに参加しているということになるかと思います。 自己成長に関しては、今申しましたような取り組みが一覧になりまして、右下のあたりには実際こう活動内容なについて記述した内容なども含めてですね、一覧できるというディプロマサプリメントも用意されております。成長診断テストを分析したところ、全体的にコンピテンシーが低い傾向がある、左のグラフの赤い帯のところ、 実践女子大学3年全体というところの値は低めになっています。また、右側を見ましても、1年生と比べてどの程度、伸長しているかというと、この値も低めに出ています。我々コンピテンシーを伸ばすことが成功しているとは言い難いという現状があります。一方で、コンピテンシー大事なのではないか。 えー、コンピテンシーと就職率、内定者と未内定者では、えー、ポイントに大きく差があるということが分かってきました。成績上位者がコンピテンシーが高いというのでもなさそうだ。えー、このことから、従来の学習、えー、割とリテラシーによった学習だけでは、コンピテンシーを伸ばしていくことが難しい可能性が高いのではないか。 えー、早期内定者と未内定者のコンピテンシーを比較したものなんですが、えー、先ほども出てきました、親和力ですとか、実践力、えー、それから連携する力とか、そういったあたりがどうも差が大きいようだと。このあたり伸ばしていけるとお、社会で活躍する人材というところにつながっていくのではないか。どうもご清聴ありがとうございました。 あの、個人的には本当にあの、よく取り組まれていて、あの、教学マネジメント体制のこう、結構ポイントになるところが、かなりのところをしっかり抑えられて、あの、取り組まれているという印象を強く受けていて、あの、だったら実践の中身が組織的にどういうふうにこう、アプローチされているかっていう話を、えっと、していくんだなって、私はまずそういうふうに理解してるんですね。委員会とか学内の体制はわかりました。全国的に、まあ、そこも結構皆さん抑えて 来るんですけどそれで全体の教学マネジメントが進まない理由は、えー、全大学全体で委員会とかそういうとこでこういろいろ意思決定しても、えっ、ー、と学部はそこでは分かりましたとかこう出てきてる人は言うんですけれども、学部の中に戻って全然その、こう、学部ガバナンスができない。そういうあたりがどうなってるかを知りたいですね。はい、あの多分ね、この問題でほとんどの大学はしんどくなっている。 でそのあたりはやはり時間をかけてやっていくしかないかなということで、まあ、かなり FDSD でこう意識合わせなどをしていきながら、徐々に徐々にという形で進めてきたと。でそこでの手応えですよね、まあ、徐々にっていうのはあのおっしゃる通りだと思うんですよ。でただ、徐々にでも前に進んでいる手応えがあるかどうか。プログの話なんかをした時には、うんえー、リアセックの,あの酒井さんという方に大変お世話になったんですけれども。 最初の頃、うん、学科に説明しに行っても、やはり先生方の中になんでそれが必要なんだと、相当な言葉を投げかけられた場面に私、遭遇したことあるんですが、そういった時にも、諦めずに2年目、3年目、4年目というように、説明会を各学科でやっていただけたんですね。で、そうしていきますと、だん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 そういった言葉は減ってきて、 あの、やはりこういったものって学生のためには必要なんじゃないかということがある程度お、まあコンセンサスまでいけるかどうかわかりませんが、そういった考え方をしてくださる先生、徐々に増えていったと思うんです。うん、先進的にというか、そういったことにやってみようということに、あの、 取り組んでくださる学科などが成果を出していくとか、そういうのを横目で見ながらというようなところもあるような気がします。全体的に、あの、アクティブラーニングのお話をされるときに、こういうね、あの、プロジェクト学習とか、えー、まあ、いろいろ、こう、外に出ての実地演習とかね、そういうのを中心に考えられてる印象を受けるんですね。で、私、これは大事だと思います。あと、卒業研究とかね。で、他方で、 えー、やっぱり4年間の中で講義科目が結構多くて、あの、これはもう単位数からしてみても、やっぱり講義科目多いですね。で、そういうところで学生たちはかなりの時間を費やしていて、えっ、ー、と、4年間の中で講義科目の中でほんのちょっとでいいから、そのやっぱ社会人基礎力に通じていくような、えっ、ー、と、アクティブラーニングが入っていき、そしてこういう、あの、いや、すごい素敵じゃないですか、アクティブ表現ゾーンとか p b a とかね、そういうところにも繋げていく。 こういう4年間のカリキュラム、まさにマネジメントというか、体制化っていうのが求められてると思うんですね。つまり通常の講義科目の アクティブラーニング型っていうのが、えーとまあ、イメージとして私がよく言うのはあの、あくまでイメージですけど、90分あったら、えー、例えば10分、15分でもね、えー、ちょっとペアワー,ークとかねあの、少しクイズやって、いろいろ双方向とかね。まあ、プロジェクト型ありきじゃなくて、まあ、通常の、えー、ですね事、えー、業からそういうアクティブラーニングの要素を入れていくというあたりは、えー、と意識してきたかなと思ってます。 あの、私たちはやってますっていう先生はやっぱり多いんですよ。そのやってる内容を確かに、あの、ディスカッションちょっとゼミなんかでするっていうのだってアクティブですよねっていうのはそういう部分あると思うんですけれども、じゃあどういうふうに、あの、そこを変えていくのかっていったあたりになると、 あの、これはまだまだ今後の課題である部分もあると思います。皆さんのちょっとこう、議論してるって言ったってね、喋ってる人は確かにいるけど、喋ってない学生もいっぱいいて、でそういう学生に対して全く指示も入らないしねあ、なんかみんな盛り上がって、なんか分かんないけど、学生で吐き継ぎしてよかったですよってっと終わってる授業はばほどあって、私、ダメだって言っていつも言ってるんですよね、あの、見に行って。うん、喋ってないで参加してない学生いっぱいいますよって。なんでし こうなっちゃうねや、やろうぜって言わないですかとか言って、ねうん、個人的には先生がおっしゃったようなことを、ちょっとあの基礎的な科目でやあの、多少試みたことはあるんですけれども。 あの、今求められているのは全額にどう広げていこうかという話でしょうし、そのあたりは難しいなっていう。えっと、全然関係ないと思って一応言ってはいるつもりなんですよ。基礎科目もあるし、うん、専門科目もあるしね。でもそういうあの内容の、えー、基礎系、えー、応用、それからまあ、あの、一年生向けとかそういうのもありますけどね。でも関係なくね、4年間、あらゆる学問分野でね、えっと、やっていける。 デザインも、デザインもちろんやりやすいとかあるけれども、デザインだけじゃなくて、バリバリの例えば理系の数学とかね、でもでもきるはずだしそういうことができないって言っているわけではないんですけれども、やりやすい分野とそうでないところとかもあるんだろうっていうのが一つで、うん、あれでそういったことをやっていければいいなということは、あの先ほどちょっと、えー、ファシリテーター育成みたいなことがあったりっていうような、うん、あれは、 少し似たような考え方だと思うんですけれども、1年生とかの科目の中で、えー、どんなことがこれから必要になるんだろうっていうようなことを考えて、各学科取り組みましょうっていうようなものは、うんうん、あの、共通教育の科目としても、一応、設定ししていたりはしますちょっといろんな方、主張されてるんでね、あのそういう方も意識しながら、まあ、あのちょっと教育したいな、共有したいなと思ったのは、えっ、ー、と、こう、あの、 講義科目以外のところは、私は今日聞いた限りだとてもよくこう展開してるって感じがあるのでね。で、講義科目自体の中で、えー、っと、まあ、先生方がまず、アクティブラーニング型にこう向かっているか、で、まあ、向かっている傾向はあると。で、あるんだったら中身っていう話なんで、ま、あこういう、そこでね、ほんのちょっとでいいんで、こう、ちょっと学生同士の議論のこう仕方とかね、あの、いうたりが研修とかされていくといいのかなとかね、はい、ちょっとそういうとこを共有したつもりなんです。 ワースの取り組みが実際にどの程度影響があるのか分析をやっていらっしゃいますかということなんですが、うんうん、これはの、は印象ベースになってしまいます。自己評価でやっているっていうものがどう伸びてくるかっていうようなことと、うん、プログでコンピテンシーが伸びるかっていったあたりっていうのは、必ずしも相関してないかなという気がするんですよ。うんうん、つまり学生にとっては、今回こんなことをやって、こんなところ伸びた気がするというので自己評価しますよね。で それに対してコンピテンシーっていうのはやっぱりあの社会人としてっていうところがあるのであのそちらの方の社会人としてというよりは学生として評価してるっていうところがあるような気がするんですうん、うん、で私自身はあの大学で学ぶっていうことはやっぱりそこは評価してあげ,なあげたいなっていう気がしてるんですけれども必ずしもそれが。 えー、プロングで測れるコンピテンシーにつながっていない可能性もあるかと思って、えー、そのあたりをどうしようかなというのが。の私はね、あの、はい、学生の自己評価、とっても大事だと思います。はい、あの、主観的にやっぱり伸びたっていうことが思えなかったら <laughs>、頑張れないですよね。そうですよね。だからそこはね、教育者にとって絶対外してはいけない。だから、なんか測定の好きな人たちは、それ主観的な調査でしょとか言って言う人いるんだけど、自己評価。いや それはむしろ多いあ,あの、いいことでね。<laughs> 一方で、やっぱ社会に出たら人と比べながらあなたできる人できない人、どうしても言われてしまうこう現実があって、それをプログ測ってるんだと思うんですね。だから私も学生たちに、あの、えっと、まず自分の中でね、こうやれてるっていう手応えがね、あの伸びてるっていう手応えを持ってるように、こう日々過ごしていくしっていう話を一方でして、他方でプログね、えっと、3だったらどうやって4に上がるかとかね、あの、毎年見ていけって言ってね。うん。いや、結構上がるんですよ。頑張った学生。 あの、ああさっきもノートとかはちょっとお見せしましたけど、やっぱこの書き方してる学生だと伸びるだろうなと思ったら、2位ぐらい簡単に上がるんですね。2位ぐらい簡単に上がるって、リアセックの方に言っていいか分かんないんだけど、<笑><笑>いや、だから学生たちね、いや、君たちがみんな1上げたら、もう大学なんていきなり全国だよ、つってね、平均3から5とかなったら、もうトップラックのね <laughs>、大学の平均ってなるわけですよ。あの、で、それはまあ、 笑い話なんですけど、あのですからまああのぜひあの両方をね目指してほしいな。